7日、ルセラフィムメンバーの桜が MC を務める YouTube チャンネル「怖いもの知らずに江南の真ん中でクラベン出没、倉社長と100人にたい焼きを売る」というタイトルの映像が掲載されました。この日の「怖いもの知らず」ではガット7メンバーベンベンをゲストに招き、共に今回のミッションである100人にたい焼きを売るに挑戦しました。たい焼きを販売する前に対面し挨拶と雑談を交わす2人。最近韓国で話題を集めている「乗り継ぎ恋愛2」という韓国恋愛バラエティ番組に出演中のベンベンですが、この番組はルセラフィムメンバーが最近ハマっている番組で、桜は番組内で流行したベンベンの名言「面白い人たちですね」を真似し、最近放送を見ましたとし、2人は乗り継ぎ恋愛2の話題で盛り上がりました。その後2人は恋愛バラエティ番組好きの桜のために用意されたバランスゲームに挑戦することになりました。バランスゲームとは日本でいういわゆる究極の選択ゲームのことで、質問を2つ並べどちらが自分に当てはまっているのかを答えるゲームです。1つ目の質問は恋人と1日20時間連絡するまたは週に1度連絡をするでした。桜はこれは簡単ですよねとし、迷わず20時間を選び、これに対してベンベンは付き合いたての頃ですかと質問に対し慎重な姿を見せ、最終的に桜と同じ回答を選びます。ベンベンは公演中も連絡を取らないといけないねと話し、これに対し桜は携帯を持ちながらアンチフラジャイルを踊るお茶目な姿を見せ笑いを誘いました。続けて2つ目の質問は犬顔または猫顔でした。桜は私のタイプですかとし、犬顔と即答。一方ベンベンは猫顔を選び、顔は猫顔で性格は犬が良い、対し桜は顔も性格も犬が良いと回答しました。3つ目の質問は自分が悪いけど納得いかないとき、冷静に現実的助言をするまたは共感し慰めるで、桜は共感し慰めるを選択するもベンベンは違う回答を選びました。これに対し桜は私たち本当に真逆で合わないかもしれないと再び笑いを誘い、番組を盛り上げました。バランスゲームでは合わなかった2人ですが、この後挑戦したたい焼き販売では息ぴったりな姿を見せ、目標である100人にたい焼きを売るに成功しました。桜の初となる韓国での冠番組「怖いもの知らず」は毎回桜の新たな一面を見ることができ、今後も目が離せません。